雨の中のキャンプインとなりましたけれども、はい、初日を迎えて初日を終えてまずは今の心境を教えてください。まあ、雨だったですけどしっかりやることできたと思いますし、よかったなと思います。特にどんなあたりが良かった？まあ、キャッチボールは外でできたのでそこら辺の確認だったりとか、まあ、トレーニングはしっかりできたので大丈夫です。あのオフシーズンはどんなテーマを持って調整だったり練習に取り組まれてきたんでしょうか？オフシーズンは、去年悔しい思いをした、また同じこと繰り返さないようにっていう意識だけはして取り組みました。あの調整方法としてスロー調整ということもお聞きしたんですけれども、はい、改めてあのこちらの意図であったり目的だったり教えていただけますか？まあ、去年たくさんではないですけど、まあ、投げた方だというふうに、まあ、自分の中で感じたので少し調整は遅らせてもらってます。コンディションの方は順調ですか？はい、大丈夫です。あのこのオフで新しく取り入れたこと、例えば球種だったりフォームだったり何かそういうものありますか？全くないです。はい、あのチームで見ますと山本投手が抜けまして、はい、君を渡っていきました。あの宮城投手、このシーズンにかける思い、変化などありますか？まあ、吉野さんが抜けて最初のシーズンなので多分チームの皆さんも一番大事なシーズンというふうに知ってもらっていると思うので、みんなで一緒に頑張れたらなと思います。宮城投手にも期待がかかると思いますけれども、そのようなものは感じていらっしゃいますか？まあ、感じる部分はないではないですけど、別にそこまで背負うものでもないと思いますし、自分のやり方で自分のペースで、できればなと思います。自分のやり方、自分のペースとありましたけれども、宮城投手は例えばこう数字結果で見せるタイプなのか、たまたま背中で語るタイプなのか、周りに声をかけるタイプなのか、どんなふうにチームを引っ張っていきたいと思ってらっしゃいますか？まあ、特に何もしないタイプだと思うので、はい、ゆっくりしたいです。結果で見せるタイプと受け取ってよろしいでしょうか？いや、皆さん結果すごいので、はい、置いてかれないように頑張ります。結果というところですけれども、あの宮城投手個人の、まあ、目標ですね、タイトルであったり数字だったり、そのあたりは具体的にいかがでしょうか？まあ、防御率はもっと良くしたいと思いますし、勝利がチームの勝利になると思うので、そこも増やしていけたらなと思います。2桁勝利がこう連続して続いてますけれども、はい、そのあたり今年は意識ありますか？まあ、毎年したいという気持ちもありますし、まずはしっかり長くシーズンを、考えて怪我なく1年を過ごしたいと思ってます。最後にそのシーズンを迎えるにあたってこのキャンプをどう過ごしていきたいか教えてください。まあ、技術面もそうですしトレーニング面も、まだまだ挑戦できる1ヶ月ですので、しっかり体と相談しながら、いろんなことを挑戦してまたシーズン迎えたいなと思ってます。次に行きます。もうそれ見とけよ。お願いします。 ABC の佐藤と申します。はい、お願いします。皆さん準備よろしいでしょうか？大丈夫です。監督は大丈夫。はい、大丈夫です。それでは中島監督に伺います。あのあいにくの天気でしたけれども、キャンプが始まりました、初日終えての今の気持ちを教えてください。はい、まあ、初日ですので、細かいことは気にせず元気にやってくれたらいいと思ってましたので、その点では、はい、うまくいったと思います。あの今回のキャンプで、重点を置いていきたいところ、例えば、まあ、攻撃だったり守備だったり走塁などで監督が特にここを強化していきたいという部分があれば教えてください。そうですね、もう本当に若いメンバーも多いので、そういうところでは細かいところをすべてレベルアップしたいなと思いますし、そこにすごいこう神経使いながらメニューを組んでいきたいかなと思います。あと打撃でいうとカープから西川選手が加入しました。はい、あの西川選手本人も昨日監督と挨拶をしたと話されていましたけれども、西川選手に対する期待値というのはやはり高いものがありますか？そうですね、はい、高いですよ。はい、打線も非常に強力になるかなというふうに思われるんですけれども、打線は今シーズン楽しみですか？いや、なってほしいです。はい、願望です。
一方で投手陣はやはり山本投手が抜けて、宮城投手今、インタビューさせていただきましたけれども、期待も大きくなると思いますが、監督はどう見てらっしゃいますか。そうですね、まあ、宮城にあんまり期待してないですけども、他のピッチャーに期待したいと思います。愛のあるコメントだと思いますけれども、特にその他のピッチャーももちろん豊富にいると思いますが、他にどんなピッチャーが思い浮かびますか。誰ですかね、分かんないです。いるのはいますけど、出てきてくれるかどうかはもう本人次第だと思いますし、こちらは準備するだけであって、本人たちの頑張りだと思います。若手の先発投手陣も楽しみな投手がいると思いますけれども、はい、そのあたりはやはりこう魅力的には感じてますか。はい、大丈夫ですよ。魅力的ですよ、はい。またファイターズから吉田輝星投手も加入しました。こちらも注目度が高い投手だと思いますけれども、どんな印象ですか。注目度高いんですか。高い。ああ、そうですか、分かりました。じゃあ僕も注目して見ておきます。同郷ですけど、いかがですか。そうでしたね、引き目なしで、はい。スチームスローガンにもかかってきますけれども、最後にですね、はい、今シーズン目標を、カメラに向かって伝えてもらえますでしょうか。はい、もう何ですかね、チームの力を上げるために、このキャンプなんとか乗り越えたいと思いますし、その先にしっかり最後まで戦えるように、チーム力を上げて最後の最後まで戦いたいと思います。